こんにちは、カエティです。今回は久しぶりにヘブンバーンズレッドのガチャをまた引きたいと思います。今日から始まったガチャで、こちらピックアッププラチナガチャのシッキーですね。こちらがね、今映ってる、はい、花村式さんと、画面切り替わるのかな、はい、松千代スタントのね、子なんですけど、この子の結構ストーリーが面白くて個人的に好きです。あと S の子のね、樋口聖華さんが新しいキャラとして、新しいキャラではないか、新しいスタイルとして登場しています。ではちょっと最近ガチャ引いてなくて引いてなくて、まあ 27,200 なんですけど、まだこれぐらい溜まっているので、松千代狙いで引いてみたいと思います。では10回お願いします。確定 S のみみたいな感じですかね、最初は。はい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 、うん、2体 3体、あ、でも S3 体でもまあいいかなはい、すごいやん。まあここは A なんでね、そんなに、S だ。おー、リースで、広島弁のね、はい、モデルのニーナさん。 S4 体になるのかな、これで。じゃあまあここで急に変わったらちょっとびっくりしますけど、あ、新キャラ、新スタイルの、はい、セイガさん来ました。おお、まあこれはこれで嬉しいかなと思いますが、あ、ヒサメッチですね。まあ、こんな感じで1、2、3、4体当たりました。もう一回いきます、お願いします。どうしようかな、全部、なんか虹色になってないですね、ちょっとわかんないですけど、ね、はい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 、あら、あらららら、ら、これはちょっとひどいんじゃないですか。はい、この人ね、 SS この前ガチャ来てたんですけど、もう引いてなくて、いちこさんも引いてなくて、はい、まあもうね、ずっと A だったから。お、来た、霊言新たかなり違うんだけどしかもまあ一応持ってるんですよね、はい、小杖さんですね、小杖っちか、コズピーって言いそうになるんですよね。コズピー別の作品にいますけど、そういう人が。あー、そうか、 SS でやったーとか思って。でもまあ小杖さんもすごい役立つので、上限が上がって嬉しいですね。 SS が当たるだけで、はい、ムーアさん。さてさて、ちょっと SS 来たら嬉しいけど、まあもうなんか後に引けない感じで、使い切っちゃいそう。はい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 、わこれさっきと同じパンターンで、急に SS とか変わったらいいんですけど、おーね、はい、なんか来るときは結構20連目で、最近20連目ですごい欲しいのが当たってたりとかしたんですけど、変わりそうで変わらない。おっとおっとおっと、クラッチ、あ、ビャッコ久しぶりに見た、なんか今、ああいたなーみたいな。ビャッコがあんまり SS のビャッコも持ってないし、あんまり S とかもいないから使う機会がなくて、あー、探偵、あと30、あ、来ました。もうここで松千代が出たら私やめます。お、シッキーだったらちょっと、あ、
えー、嘘、すごい。2人とも来たらどうしよう。なんか急に、はい、おお、あ、タマさん、タマさんね。はい、誰だ誰だ。天の貫き、あ、大地を砕く。真っ白だこの声は。よかった、やったー、いいですね。なんかあの十連撃かなんかの技を確か持ってて、カレンちゃんとかね、10連撃のやつ強いんでいいなと思ってて、でしかもだかな、属性がだか、おうおう、行きしたりとかああさっきまであったヒサメッチですね。だがあんまり私強い子がいないので、ザンは結構揃ってるんですけど、で欲しいなとか思ってたからもう嬉しいですね。はい、 A のシッキーが来ました。そしてこれは奥義分身の術。ああ、アーサン、アーサンも持ってるんですけど、アーサンも強いんでこれはいいですね。この前ピックアップでブラスターガチャみたいなのがあって引いてなかったけど、今が今来た。おお、よかったなんで最後いつもこのムーアさんのこのゴールした感じのやつになるんだろうか。はい、じゃあもう今回はこんな感じで、私はシッキー別にまあどっちでもいいかなみたいな感じがあって、もうバッファーがね、司さんがいるんで、司さんと魔法のおたまさんとかいるし、なんか闇属性がまあそんなうーんって感じなんで、はい、じゃあ松代が当たってもう大満足です。さらに2体 SS ラッカの子も来てありがとうございました。それではまた今度、またこうこれはというガチャがあったら引きたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。